はい、こんにちは、みどりです、お久しぶりですね。またお久しぶりですね。12月になっちゃいましたね。そろそろまた横浜の街を紹介していきたいなと思ってましてですね、この間も紅葉をね、撮りに、一応シリーズ化してる横浜の風景の今年版の紅葉を撮りにですね、三軒園に行ってきたんですが、インスタとか見ると色づいてるみたいなのがあったから行ったんですけど、全然予想外に青々としておりましたので、また近々撮り直しに行きます。そしてまたイルミネーションとかもね、ちょっとまだね撮れてないんですけど、そういったのをね、12月はね、いろいろ紹介していきたいと思うんですけども、今日も例のあいつを紹介したいと思いますが、12月に入ったんでね、またまた新しいのがたくさん出てるんですよ。そうなので、今日ね12月1日第1弾こちら、狂犬松花堂弁当カニご飯。これね、松花堂弁当は前もそうだったよね、松花堂弁当は東京の方が多く販売してるので、そうなんだよね、ここも書いてございますが、工場が、東京工場で作っておりますので、いつも私が紹介している横浜工場のお弁当ではないのですが、なのでね、神奈川県内で松花堂弁当見たら数少ないと思いますので、早物勝ちでございます。ぜひお試しを。さあ、開けてみましょう。お、あ、今日もですね、裏には書いてございますね。さあ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 、ちょっとこれ置いておいてね。うわぁ、すごい豪華。ご飯だけど、カニご飯がね、2種類。厚揚げ、どれだ？これね、厚揚げとキノコの湯葉あんかけとかですね、鶏の柚子胡椒焼き、里芋田楽串だ、これすごいね。シューマイがそして2個、春雨の巾着、椎茸煮、これが煮物ですね、レンコンの煮物とか、そしてみかんナマス、これだ、ナマスね。そしてちょっとこの下の方に隠れていますが、ゆず大福というですね、豪華な松花堂弁当を今日もいただいてみたいと思います。いただきます。すごいね、しかしちょっとね、シューマイが2個っていうのがちょっと寂しいですけども、しょうがない、それはね。ちょっとカニご飯から。これカニご飯すごいね、これカニ尽くし。うまい、豪華、ほぐしたカニがすごいある、いっぱいある。このもの、これみかんナマス、みかんなのこれ。みかんも入ってる。厚揚げとキノコの湯葉あんかけ、今はちょっと、かろうじているって感じだけど、これも美味しいね。うまいですね。じゃあこっちのカニご飯もいってみようかね。贅沢だね。やっぱカニってなんか贅沢な気分だよね。はい、今日の初めてのシューマイ。これは東京工場も横浜工場もやっぱ同じね、味は美味しい。ちょっと移動の時に駅弁でシューマイ弁当に飽きたななんていう時は、やっぱりこのぐらいの松花堂弁当いいですね。野菜もたっぷり入ってるしね。いや、12月1日になってから、この松花堂弁当も含めてですけどもね、他にもいつものお弁当春夏秋冬シリーズのお弁当秋が
11月30日で終わっちゃったんで、今日から12月1日からお弁当冬に何らかにもまた変わってですね、新たにですね、販売されてますし、あとあの神奈川アジア弁当、これもあの 秋バージョンから冬バージョンになりましたね。秋バージョンもちろん食べました、両方とも。神奈川アジア弁当もお弁当秋も食べたんですけども、残念ながらですね、このチャンネルでお披露目するまでもなく、ボツネタになってしまいました。近々ですね、冬バージョンをまた紹介したいと思います。食べ応えは十分あるよ。これ鶏の柚子胡椒、程よい柚子胡椒で、あの鼻に抜けるいい感じの味わいが、鶏美味しいな。いや最近ね、食べてばっかっていう風に言われますけどね、食べてばっかなんですけど、他にもねいろいろねとってあるんですけど、まだまだちょっと出すタイミングを逃していて、まだあの編集も終わってないのもたくさんあるんですけど、徐々に出していきますので、ね、見てください。ちょっとお手伝いして、里芋の田楽、やろうか。あ、ちょっとね濃いめの味噌がね乗っかってて、あ、美味しいなこれ。贅沢ですな、ラストシュー。限定の、季節限定のシューマイですけども、そう、今日12月1日からですね、前々から言ってました、毎年恒例金目鯛シューマイが販売されました。というわけでですね、金目鯛シューマイももうちゃんと確保してありますんで、明日ぐらいかなにはまたこちらで紹介したいと思いますので、どんな感じのかなってね、ちょっと興味持ってる人はぜひ明日も見てくださいね。最後はゆず大福、ちょっとこの大きいねこれね、これ一口じゃちょっとねって感じのぐらいの大きさですよ。あ、ゆずの爽やかな香りがすごくして、この大福も美味しいな、これ初めてだな僕は。美味しかったですね。さあ、ごちそうさまでした。美味しかったね、美味しかった、やっぱり美味しかった。松花堂弁当、本当にね、神奈川県内のお店ですと本当にねそんなに見かけないので、あったとしてもすぐに売り切れちゃってると思いますんでね、ぜひ あったら本当に食べてみてください。でこれがですね、12月の1日から2月の28日まで予定ということなんで、ちょっと長めにあるので、そしてやっぱりそうですね、東京を中心とした約50店舗および神奈川エリアの約30店舗、なのでですね、ちょっと置いているところは少ないのかなと思いますので、ぜひ見かけたら食べてみたらいいと思いますよ。お値段は1350円税込みでございます。1350円税込みでございます。はぁ、美味しかったですね。カニ好きにはたまりませんね。あとはね、他のね煮物も何もかも、本当にね丁寧、美味しかったですよ。なのでぜひお試しください。というわけでですね、ちょっとしばらくまたまた崎陽軒のお弁当がね一気にまたたくさん出ましたからね、ここで紹介していくんじゃないかなと思いますんでね。ただそればっかりだといけませんので、そろそろ冬ですしね、イルミネーションとかね、横浜綺麗な場所ありますんでね、ちゃんとマスクしてコロナ対策をしてですね、準備万端で取りに行ってみたいと思いますので、それもいつ出るんだろう。頑張って早めに出します。というわけで12月から頑張るよ。じゃあねー。